だってわからないし、青空の下君を待った風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像、ね、これからどうなるんだろうね、進め方教わらないんだよ、君の目を見た、何も言えず僕は歩いた。やめたはずのピアノ、机をフィックスが抜けないね、将来何してるだろうね、音楽はしてないといいね、困らないでよ心の中に一つ線を引いてもどうしても消えなかった、今更なんだからな、もう思い出すな、間違ってるんだよ、分かってないよ、あんたら人間も愛も世界も苦しさも人生もどうでもいいよ、正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ、考えたんだ、あんたのせいだ、この曲が多分ね、あのヨルシカの曲の中で一番弾き語りの中では難しい曲じゃないかなと僕は勝手に個人で思っています。この曲をねカバーしようとしてる人は弾き語りじゃなくて音源でね歌うことを推薦したい。無理、僕はちょっと1コーラスで限界。素晴らしい、ヨルシカは。